今回ご紹介するのは宇部市にあるダグアウト。アメリカンな雰囲気で長年親しまれてきたカジュアルレストランです。料理の腕を振るうのはオーナーの竹末さんです。ざっくり言うとアメリカンの雰囲気を出しながら定食とか、ちょっと意外なところを提供するような感じの飲食店だと思います。そんなダグアウトの名物料理がこのチキン南蛮。数ある定食の中でも人気ナンバーワンのメニューです。鶏のもも肉は卵を絡めて揚げることでふんわり柔らかく、そして自家製のタルタルソースがたっぷりかかります。たっぷりかかったタルタルソースなんですけど、どっちかというともう味が濃いかなっていう感じじゃなく、こうスッと入るようなタルタルソースに仕上げてます。さらに揚げてからすぐにつける甘酢にもこだわりが。どっちかというと酸味より甘みがちょっと強い感じの、バランスがちょっと取れたような甘酸っぱさですね。それにタルタルソースが絡むと、またさらにちょっとさっぱりした感じのチキン南蛮になるんで。それにしてもなぜチキン南蛮が名物になったのでしょうか。チキン南蛮初提供したのが25年ぐらい前だと思うんですけど、リピーターが多く、もうメニューを見ずにチキン南蛮というお客さんが増えたもので。そんな人気のチキン南蛮ですが、種類も豊富です。中でもオーナーおすすめはこの梅南蛮。自家製タルタルソースをアレンジした梅南蛮専用のソースが味の決め手です。梅干しをみじん切りにして、それとここで作ってる和風だしをちょっと合わせて作ってます。どっちかというと普通のタルタルソースよりも酸味が強くて、さっぱりとした感じの味だと思います。梅がいい仕事をします。はい。そしてこちらもオーナーおすすめのメニュー、山口の地鶏を使った炭火焼き定食です。味がしっかりして脂も乗ってるような鶏なので、それを炭火で焼いてもうプリプリしてるので、もうぜひ食べていただきたいとは思います。皆さんが笑顔で帰れるような料理を提供していきたいと思います。チキン南蛮に地鶏の炭火焼きなど、こだわりの味がいろいろ楽しめるカジュアルレストランダグアウトのご紹介でした。